はこれ僕が考えたタイトルじゃないんです。あ、違うんだ。はい、あの四股踏んじゃったの後にあのやっぱり賞をいただいて、でそれをこう大学時代の友人と先輩があの本当にお祝いの会開いてくれたんですよ。でその席で実はあの四股踏んじゃったの後思いついた企画 で次何やりたいと思ってるのって言うんで、ちょこちょこっとあらすじ話したんですよ。でもちろんその時には僕の頭の中にマイフェアリングとかってあったと思うんですけど、まあ、田舎から出てきた女の子がちょっとあのオタクっぽい言語学者に言葉を教わりながらあの迷子さんになっていく話をやろうと思ってるぐらいのことだったと思うんですけど、そしたらその先輩がタイトル決まったね、マイコアレディーって言ったで、その一言で20年間ずっと変わらずにそのタイトルをずっと他に考えましょうも誰も言わずずっとタイトルが残って、実は今回次の新作終わった後にプロデューサーがこんないいタイトルの映画をやらないわけにはいかないから早くやりましょうって言って、もうオーディションしちゃいますから、脚本がないのにオーディションが始まっちゃったこのタイトルでこの映画がやっぱり動き出したんです。いや実は最初はタイトルはそうだったんですけど、ミュージカル時代に考えてなかった。何をやりたかったかっていうと、あのお茶屋さんとか、まあ、芸妓さんとか舞妓さんの世界をリアリティでリアリズムで描こうと。だから僕らがあの思ってる表の顔と裏の顔もきっちり描こうというのがあったんです。だからファンシーダンスって割にこうふざけてるような映画に見えますけど、あれは岡野玲子さんの原作にもあるようにかなりリアリティのある話なんですね。だからそのリアリズムに徹することでおかしみが出てくるような、そういうものをやろうと実は思って取材始めたんですよ。ところが取材始めたらお茶屋の裏表どころか、あの世界、加害そのものを理解するのはこれそう簡単じゃないな、すぐ分かったんですよ。でやっぱり自分で何年も通って遊び尽くさない限り裏表だなんて生半可なこと言っちゃいられないな。で取材始めて本当にあの一元さんお断りですから知り合いに頼んで紹介してもらっていくんですけど、楽しさはまず分からなかった。僕には僕お酒飲まないから、お酒飲んでいい気持ちになって、あの今みたいにおいでやすなんて言われて、あーなんて感じの雰囲気にはいや慣れないんですよ。で仕出し屋さんからお料理が来て、でちょこっと話をしたら舞が始まって、でちょこちょこっと話してほなさいならって消えて、一体何が楽しいんだっていうのは正直な感想で、なかなか取材が思うようにいかない中でシャウイダンスの企画が進行して先に撮っちゃったんですね。で終わったか、最中ぐらいだったのかな、あの僕を京都に遊びに誘ってくれる人がいたんですよ、たまたま。でその人と一緒にシャウイダンスの頃から京都に遊びに行くようになった。でシャウイダンスの後結婚して妻の最初の誕生日をお茶屋でやろうと思って行ったんですよ。でそこで、まあ、妻と2人でそのお座敷遊びっていうのを経験して、まあ、その頃は僕も京都に知り合いができてたので前よりは京都がちょっと楽しいなって感じだった。でそこので帰ろうと思ったら翌日結婚して舞妓を辞める女の子がいて、あ、結婚のために舞妓を辞める子がいて、その人のおなじみさんがパーティーを開いて、あの 嵐山の吉兆でパーティーを開くんですけど、監督たちもいらっしゃいませんって誘ってくださって行ったんですよ。そしたらその席がえらい盛り上がっちゃったんですよ。うちの奥さんがそこに集まった芸妓衆と飲み比べ始めちゃったうちの奥さんはお座敷でバレー待っちゃうみたいな状況になっちゃう。その中で結婚して舞妓を辞めていくって女の子はまたこれも盛り上がっちゃって、いきなりシャチホコ、もう名古屋で同じこのシャチホコを見せてくれて、その時に驚いたんです。舞妓さんがこういうことするんだって。舞妓さんの逆立ちですよ。僕らが知ってる京都のアイコンとしてのあの可愛い舞妓さん、あのお香を履いてね、そそとした風情で綺麗で可愛い人がいきなりお座敷でシャチホコして、それたまげて、こういうお座敷遊びってこういうことなんだって、なんとなくその時に僕は初めて、なんていうんですかね、何でもありだっていうと。で実は常連さんでもあの社長を見たことないっていう人結構いるんです。でそれぞれの人が
それぞれのお茶屋さんでそこに来た芸妓さんやそのおかみさんたちと一緒にその座敷で何かこう楽しい空間を作り上げるっていうのがお座敷遊びらしいってだんだん分かってきて、そうするとね、これが本当のお茶屋だとかっていうのを示すのって本当難しいんですよ。それぞれの呼吸で出来上がっていくものだから、だったら僕が楽しい京都を描けばいいんだと思って、それで引き続き僕を京都に誘ってくれる人もいたし、知り合いもできてきたので、自分でも行くようになったんですね。でそうやってこう楽しさが蓄積していく中で、じゃあ僕にとってのこの京都の楽しさは何だったら、これ非日常的な楽しさ、まあ、ファンタジーですよ、いわゆる。でじゃあファンタジーを描くときにどうしようって考えたら、お座敷そのものがミュージカルみたいだなと思ってたんですよ。あの三味線を弾いて踊るっていう、そういう正式なあの、まあ、踊りの場面もあるけど、そうじゃなくていきなりあのシャチホコみたいに手拍子始まって歌い始めちゃって、舞妓さんが逆立ちしちゃったりするような、そういう空間でもあるんですね。だとするとこの楽しさを伝えるには、この非日常的なファンタジーのような世界を伝えるのには、映画全体もお座敷の遊びのつもりで歌と踊りでもって京都を描くっていうやり方があるんじゃないか。そうすることが僕が楽しいと思っている京都の姿を皆さんに伝えられるんじゃないかということで、途中からだからシャルイダンスが終わってしばらくしてから、これもしかしたら歌と踊りで、あんなリアルな京都なんて言ってないで、一回僕の中を通過したお茶屋さんの楽しさを歌と踊りで表現するっていうのはありかもしれないと思って、初めてそこでミュージカルっていうスタイルで行けたらいいなっていう、その方向性が見えたんですよ。ただそこからまた紆余曲折があって、なかなかこう具体化できないでいて、次の新作が終わった時にさっきも言ったように、こんないいタイトルの映画をやらないわけにいかないって言って、まあ、僕の背中を押すつもりでプロデューサーと言ったと思うんですけど、オーディション始めちゃって、まあだけど気に入った子がいなければやりませんよって、まあ気に入った子が出ちゃったからそこから初めてシナリオ、具体的なシナリオ作りは実はそこからだったんですよ。以上長くなりました。まずね、最初の印象はねないんですよ、思い出せないんですよ。ですごく印象深かったのは、初めて歌ってもらった時、で歌ってもらった時に、えこの子はこんな子だったのかって、その、まあ、表情も何もいきなりこう輝くっていうんですかね、体全体からこう私はここにいますっていう可愛い叫び声が聞こえてくる。でそう思ったっていうことは、やっぱその前にほとんどこの子は地味で印象がないっていうイメージだったんだろうっていうふうに思うんですけど、それくらい彼女は多分最初地味で目立たない子だったのに、歌った瞬間にやっぱりこっちに歌いかけてる。で何よりも良かったのは、歌上手なんですけど、今その歌ってるそのことが幸せで幸せでしょうがないっていう、そういう純粋な喜びの気持ちが伝わってくるんですよ。それはすごく気持ちが良くて、なんか歌ってもらってる時に、あもうちょっとこの歌聴いてみたいな、聴いていたいなと思う、そういう子だったんですね。で結局その後それで即決したわけではなくて、本当に歌や踊りだけではなくて芝居もできなきゃいけないし、白塗りになった時にどんな顔になるんだっていうことも確認しなければいけなかったので、結局半年かかって決まったんですけど、第何次審査何次審査って8人まで絞り込んで、ただその8人絞り込んでやっぱり決め手だったのは、まあ、すごくレベルの高いオーディションだったんですけど、やっぱり最初のギャップでしたね。目立たない子が歌った瞬間に輝くっていうのが、この子が加害にやってきて最後舞妓さんとしてデビューするっていう、そのギャップをすでになんか持ってる、そういうのを感じさせる子だったので、いやそれでこの子で撮りたいっていうふうに思いました。であと実はですね、撮影中は日々の成長をほとんど実感できなかったなんでかっていうと、いや歌や踊りがある程度できるっていうのがあったので安心したんですが、芝居は苦労するだろう、おまけにこの映画はどうしても撮影の都合で順番に撮っていけなかったんですね、本当は成長の物語なので、ファーストシーンから本当に時間軸に沿って徐々に京子言葉も上手くなるし踊りも上手くなるしって撮ってあげたかったし、それが一番いいことだと思ってたんですけど、どうしてもあのオープンセットとかロケの都合とかでそうできなかった。だから芝居はすごく苦労するだろうと思ってたのに、
これちゃんとこなしていくわけですよ。だから成長っていうよりこの子は最初からこんな風にできるんだっていう気持ちの方が強かったですね。で実は成長を感じたのは完成して1年経ってこうして宣伝して一緒にいろんなところで取材を受けている時に、ああ1年経ったんだなで取材も日々上手になっていって、今日も何とかされた質問は必ずあるでしょう、それで答えると思いますけど、今初めて答えるように答えるこのすごさこれね、いや、あの芝居とかが天性としてできるっていう子はいますよね。そういう子もこう見てきてるんですけど、取材を受けるたびにこんなにきちんと対応できていくってこの年で珍しいなって、もういつもこうやって取材受けて話してて、今日は一方的にまだ僕しか話してないんですけど、彼女が答えた後に答える時プレッシャーなんですよ。高校2年生がこんなにしっかり喋ってる後にどうしたらいいんだろうっていうぐらい、なんか撮影終わった後の彼女の成長の速さっていうのに実は驚いてます。撮影は本当にいい意味で裏切られたので、僕の方が驚きの連続でした。実はこの映画にあんな風に歌や踊りがいっぱいある知らないで見た人は、みんなたまげたらしいんですよ。たまげて弾いちゃうんじゃなくて、あの歌声であの物語に入っていけたっていう人が多かったんですね。やっぱこの映画にとってあの歌い出しっていうのは本当に大事で、それは脚本書いてる時から分かってたんですけど、あのシーンを成立させてくれたのはやっぱ彼女の歌の力だなってやっぱ改めて思いました。で、あの歌は本当にあの現場での生歌をそのまま録音して使ったものなんですね。だからお芝居のセリフと一緒です、うん、あのセリフをみんな同録でこうマイクで撮ってるように、あの歌もそうやって撮った歌って、そのなんかあのスタジオのあのセットの中に響いた彼女の歌声がそのまま映画館で皆さんにこう届くことで、この映画の歌と踊りへの入り口を本当にきちんと上手に作ってもらえたなと思って、あそこはやっぱり大事なシーンだったなと、まあ、14歳で決めて15歳で撮影して今16歳なんですけど、だから時間的なリミットもあって、なおかつ僕歌と踊りでやろうと思ってたから、十数曲歌を書かなければいけない、ものすごいプレッシャーがあって、であと20年も取材してたんで、流れはできてるのに逆にその流れをこううまくこう整理してエピソードをどう積み重ねていったらいいかもなかなか見えなくて、どうしようかなと思って、で彼女が実際に京都で体験取材をしてる時に同行したことあるんですけど、いや本当に本書けたらいいねとまず言っちゃってこれ半分冗談だけど半分本当で、これ書けんのかなっていうぐらい書き出せなかったんですよ、うん、で困ったなと思って、それをもうで年が明けてしまう、彼女を決めてはその秋も深まったことか決まって、で年が明けたのに一行もかけてない、だけど歌も作んなきゃ、で音楽作曲からは作詞をって、いや参ったなと思いながらやったのはもう20年間貯めてきた取材メモを全部整理してみようと思って、パソコンの、まあ、パソコンにいろんな形で置いてあったんですけど、それ全部集めて、で季節で分けて、でなおかつ行事、そこで、まあ、取材してない行事も含めて京都の行事を並べていって、で僕が聞いた時にいい話だなと思ったり体験したことで面白かったのは、例えば社長法のことだったり、ムーンライトっていうシーンになってますけど、あのおかみさんの思い出話とか、あれは実際に取材で聞いたことなんですね。でそう絶対入れ込みたいものを入れて、とにかく春、あの冬、お化けの夜で始まってお化けの夜で終わる映画なんだってまず決めつけてみて、それで季節に合わせて全部取材面も当てはめていく。でそこに上白石萌音っていう子に抱く僕のイメージ、彼女の歌声やこの外観から描くイメージっていうもので、彼女にふさわしいエピソード流れを作ってみよう。でそれをしながら、その例えばそれぞれメインキャストには歌を歌ってますので、いたからじゃあ男詞の歌っていうのはどういうイメージなのかっていうのを考えて、で作詞をして種智子さんっていう京都生まれのシンガーソングライターの方に送って、同時に作曲家にも送って、一曲ずつそうやって世界観と簡単に書いた詩っていうのを送りながらキャッチボールをして、歌を作りながらその整理したものをこう並べながら
とにかく、まあ、箱書きっていうんですけど、エピソードをこう順番に並べるっていう作業を繰り返してやったんですよ。だからなんか20年間の中で自分の中でできてたと思ったら何もできてなかったので、もう一回洗い直すっていう作業、それが一番大変でした。ただアンズより馬が安しっていうのはまさにそうだなと思ったのは、プレッシャーだった歌作りが始めてみたらすごく面白くて、特に帰ってきた、その僕が書いた詩が帰ってきた時に、その詩があまりにも面白くて、その詩を上手に反映させるシーンを書くっていう、そういうこともできたんですね。だから歌を作ることがシナリオ作りにすごく役立ってるんですよ。もう最高だったのはティアーモの鐘、あれシナリオではどう書いたらいいのか本当に悩んじゃって、一回捨てたんですよ。で捨てたところにあの詩が来たんです。笑っちゃって、こんな面白い歌を歌わないっていうのはありえないなと思って、これを何とかして歌わそうと思ってあのシーンが書けたんですね。だからそれはもう初めての経験で、なんかそういう歌の力を借りてシナリオがなんか流れるようになったっていう、そういうシナリオ作りでした。まあ、最後に完璧なところが飛ぶと思うんですけど、少しでもおかしいニュアンスだったら言ってくれと、まあ、これくらいいいかなって絶対思わないんで、本当に完璧に今日言葉を話した時だけ OK ってことで、だから僕が芝居を見てて表情や動きで問題ないなと思って OK って言った後に、必ず方言はどうですか、言葉どうですかって聞いて、ですぐ OK ですって言われたら本当の OK だなと、ちょっと曲がると怪しいんで追求しました。本当にいいのって追求しました。